こんにちは、デリッシュキッチンです。炊飯器でサムゲタン風を作ります。ニンニク一かけは半分に切り、包丁の腹で潰します。ネギ一本は根元を切り落とし、斜め薄切りにしましょう。切り餅2個はそれぞれ4等分にします。炊飯器の内釜に酒大さじ2、塩小さじ3分の2、胡椒少々、鶏ガラスープの素大さじ1/2、ごま油小さじ1、水 600cc を入れて混ぜましょう。そこに鶏の手羽元8本と切り餅、ネギ、ニンニク、薄切りの生姜2枚を加えて通常通り炊飯します。器に盛り付け、お好みで糸唐辛子をのせたら完成です。以上、デリッシュキッチンでした。